はい、どうもネプラスです。と実況プレイ始めていきますと、今回は初の、まあ、数独ゲームじゃないですけど、まあピクロスですね、削っていく、そして最終的に絵を完成させるっていうやつですね。で、今回は、説明ということで、どういう仕方みたいなね、次始まります。まずそれでは、このピクレスの、上にある数字と左にある数字を、まあ、ヒントにしてこのフィールドにあるマスを削っていくんですよね。で削ったら、あれですよ、まあ、絵が浮かぶと、今みたいに絵が浮かんで、今のは N ですね。まあ、次にそのルールを説明していきます。で上の列は、まあ、縦に削るのを表してるんですね。5だったら5を削る、連続してね。で左にあるこの数字は、まあ、横に削るんですよね。まあ、3と1の場合は3削る、連続で削って、まあ1つ開けて1削るっていう。でまあ制限時間が課されていて30分あるんですよね。でそれを30分以内に完成せないとゲームオーバーになると。で間違ったところを削ると時間が減っていくんですよね。でその間違う、その削ってはいけないところに、まあ、B ボタンか X ボタンでこう収集をつけていくと、×ボタンでね。でこのヒント機能があるんですけど、今回はこのヒントを使わずに、クリアっていうか、まあ実況していくと。でまあこの次の、動画っていうかあるんですけど、それは私がプレイしたわけじゃなくて、まあスーパーピクロスの、なんていうんですかね、デモ映像みたいなね、まあそれを見ていただきたいと思います。もう少しで始まるんで、まあ3分ほどの動画なんで、まあ見てください。やThank you.
かかりませんでしたね。でこの絵はマリオですよね。マリオのスーパーピクロス、まあ番宣みたいにね。でまあ前置きが5分ぐらいになりましたけど、実況プレイ始めていきますと。でデータはセーブデータ2からいきますよね。もしその実況プレイ途中でデータが消えた時はご了承ください。その時はもうその時やめるかもしれません、わかりませんけど、まあ昔のソフトなんでそれは仕方ないんですよね。レベル1から始めます。縛りというかヒント機能は使わないということでいきますよ。最初の辺は簡単なんですよね。ここ5マスで縦2で2以上はないんで、ここがバツバツバツで、上を見るとここ1111で3削ってバツ1で、ここ横を見ると2なんで削って、でここは3マスしかないんですよね。こういう時はまあ真ん中は絶対削れる、どっから行っても真ん中だけ重なりますよね。まあそこは削れると。でここが上を見ると1と3なんで、1削ってバツ23で、これで1つクリア。まあこれは一番簡単なとこですね。まあどんどんいきますよ。ヒントはなしで何回も言いますけどね。でここは4なんで、上下で43削って、左見ると2なんで×、2なんで×、3削って×で、ここ5なんで上と下削れる。んでここ2なんでここ×で、3は123で、こっちは絶対3ないんで×で、ここは上見たら123123で、ここ2つ削れる、バツバツで、ここは2なんで削れる、4なんでバツで、ここは横3なんでここ3バツで、ここバツ、さっきの3はバツじゃない削るですね。で、ここは3なんでバツで、ここは12なんで削ります。まあ、こんなに実況しなくていいと思うんですけど、まあ簡単なところはこういう風に実況していきますよ。ただ難しくなったら黙りこくってしまうので、でここ5縦5で1なんでこうバツバツ12、上見たら111で2バツ1バツで、左見たらここバツ1なんでバツだろ、でここ上はバツバツで、ここは2なんでここで、3はここでクリアですね。そして D、 どんどんいきますよ。ヒントは使いません。3なんでここだろ、ここでここも3っていうことはここ3だろ、ここが1なんでバツバツで1、2、こういうのはちょっと簡単そうに見えて意外と難しい。でここバツだろ、で3なんで下が1がここはバツなんですよね。でここ2っていうことはここがバツになる、でここ丸丸っていうかまあ削るで111、今のはちょっと当てずっぽうでしたけど、でここバツでしょ、でここ丸で削ってここバツで、ここを削るバツ11だからここだろ、で111だからこことここノーですね。マ
リオのっていうのが今わかりましたね。お、10名になりましたね。9だから上下9で左10で123で5×123で5×5×123456712345678で123×1×2×2×2×で3なんで5やろ。5×5×8なんでここが削って上が8なんでここと全部削れる。バツ9なんでここまで削ってバツで、こっちに3でバツバツ、ここは2なんでもうここは全然1しかないですね。ここは1削って122なんで、でここは絶対入らない2で、外して123456でバツバツ、34567で5バツで、ここ123456789なんでここまで削って削って、あでここは削って、バツ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 、バツバツ、12なんでバツ、ここバツバツバツで4なんで、こうかんないですね。バツ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 22バツ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 で、ここなんですけど左見たら2なんですよね。だからここはバツ、もう削ってあるからね。でここ待つっていうことは、結局上のこの4っていうのはこことここになりますね。マリオのピ、まあ大体わかりますよね。ピクロスみたいな感じですよね多分。まあヒントは使わないんで何回も言いますけど、使ったらやっぱりね楽になりますよね。6で7削れるとこか削っていきます。でこう8なんで、右左で、重なったところは削れると。でこう4なんで、ここバツ、はいバツ、はいはい、でここはわからないで、ここ4なんで1234でここはバツだろ、24っていうことはここまでは削れる。ここ4なんでここ絶対削れる。で1234でもうこれよりか左は全部バツなんですよね見る限り。でこの4の感じ1234で4の次、ここからはもうバツなんですよ。んでここも1234ここは削れるんですよね。で左がここバツなんで1234あ違うここバツで、ここは2なんで1212でここで、で上から見たら6なんでここ4ということは1234556でここバツバツで、左を見るとここバツバツ5なんで5と3なんでここは絶対入れないですね。で次は、4と3でここに4が入る。でもここは絶対3ですね。で2っていうことはここ削ってバツバツでここバツバツ、上が3、1ででここはまだわからないですね。こう123バツ1っていう可能性もあるんで、でも左側を見ると4343っていうことはここはもう4ですね。っていうことは上が3ってことはバツバツ12、こう左側見たら834567で、12上から512345あ間違えましたね。こういう間違いをしたら時間が2分減ると。で今の間違いは5なんで12345ここまでしか削ってはいけないのに、まあ、削ってしまったと。で今間違えたら逆にここが×になってこうヒントが1個出てくるっていうね。で、それでまあ解いていくこともできると。でここは1237なんで削りますよ。で7で×でこう縦4
で、2、バツ、4なんで、1、2、3、4。で、ここ4でしょ。だから、1、2、3、4。で、ここバツ、上が5、バツバツ。上6、バツバツ。2、4。で、こことここまでしか4はいかないんで、ここバツバツバツ。で、ここ3なんで、1、2、3。1、2、3で、ここ。で、1、2、3、4、5。ここは全部削りますよ。で、ここ4なんで、1、2、3、4。で、ここは削ります。バツですね。で、これは見ると3でバツ、2と4なんで、ここ。で、2と4なんで、1、3、4。で、ここバツ。で、ということは、こう左側見たら、4はバツバツ。で、ここは1、3、3つしか削ってないんで、あと1つ。で、ここも3つしか削ってないんで、あと1つ。ここは、4も削ったらバツ。で、ここは3、4なんで、削って、もう、ここは3、1なんで×でも4と2なんでこれでクリアですね。まあ、ちょっとうるさいかもしれないですけど、まあ、最初ら辺はこんな感じで、多分後になるほど口数が少なくなります。多分0っていうことは全部削れない、ここも削れない、0削れない、0削れない、8なんで10マスしかないうちの2マスがもう×なんで、ここ全部削れるんですよね。でここも全部削れます、ここも全部削れる、削れる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 で、削れる。まあこれは単純ですよね。ロで、次また行きますよね。0削れない、8ここまでなんですけど、ここまで削るんですよね。で、2で、5なんでここまで削れる、あ、違う、バツ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 。で、これ左が2なんで、ここしかないですね。で、バツ4なんで削る、バツで、こう3なんで、これ以降はバツで、ここも1、2、3で、バツバツバツで、ここもバツっていうことは自動的にこう2はこう入らないんで、バツで、ここで3で、ここ5だから、失礼、2と5なんで、3、4、5で、バツバツで、ここ2、3なんで、あ、こういう風にちょっと行き過ぎてしまうっていうね、調子こいていたらこういう風になります。で、ここ3なんで×、こう削って1、2、3、4、5っていうことは、ここは絶対入らない、×で、ここ3なんで削って×で、ここは3なんで左3、3っていうことは1、3、1、2、3で、ここ2つは削れる。ここはもう1、2、3、1、2、3でここ削れる、1、2、3、1、2、3でここ削れる。次は上を見る。もうここ2なんで、明らかにここ2、あ、間違えた。2なんでこう削って、ここ1、2、1、2でここ絶対削れる、削って、3、3なんでここ絶対削れる。で、上見ると2なんでここ削れて、バツ。で、ここは1、2、3、4、5なんでここ削れる、2、3でここ削れる、3も削ったんでここバツ、上を見ると2で、ここ2で、ここバツバツバツで、ここ削れる。で、ここは5なんですけど、上を見ると2、3なんで1、2、3で、ここは3なんでバツ、ここ見ると4、3なんでバツバツ、5、3なんで、5削って3なんで削れますと。すもう明らかにあれですよね、マリオのピクロスで、ここからは
ヒントは使わない。10なんで全部削れる。まあ0と逆バージョンですね。で9は9まで削れる。で6なんで、まで削れて×で明らかにここもう3つしかないんで123で10削って10削るで6なんで13456×でここ11なんで ×っていうことがここは埋まる、10だろで2削って×7 なんで、13457で123455で ×4 なんでここ削れる8なんで削れる、9なんでここまで削れる10は全部削れる4はここで×で5なんでここ削れる10削れて、3×で、6削れる、これ全部削れるこれで正解ですね。なんじゃこりゃ北斗七星、星座ですね。そんなんもあるんだ。ヒントはしません。10削って分かるとこばっか削っていきますよ。まず7なんで5で5なんでここまで削れる削れる削れるで、5なんでこことこことこことこはバツバツ、ここバツここもですね。あ違う、ここ2なんでここはもうバツ、ここまでバツですね。で7なんで、ここまで削れる、3でバツ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 で、ここ1、横1なんで、もう×全部×で、2、横見ると9なんで、ここまで削れて×上見ると1なんで、×で、ここ7なんで、13456で、ここ13まで、ここ、上見ると3ですね。で、っていうことは123456で、ここ×で、上見ると2なんで、ここ全罰。1なんで、ここ罰。罰罰罰。5なんで、13455。13455。で、横見ると、123456しかないで、ここ全部削れる。ここはもう明らかに1だけだね。1。で、123457。で、罰。ここはもう113なんで、ここも罰罰でしょ。で、ここ13455で。クリアですね。まあ、説明しながら行くと意外とこういけるもんですね。ほかけぶね。説明しなかったら逆に頭の中でしか考えないんで、もしかしたら鈍るかもしれません。普通に喋ってた方がいいのかもしれません。0削る9削る1なんで×3なんでここまで削れる3でここ356なんで123456削れるでここは123456なんでここ×まあ全部×ですね。ここはで6なんで13456削れる ×2×で4なんでここ××っていうことは22明らかにここは離れすぎてますよね。ということはここ×××ですね。1234明らかにこうですね。で×××で14なんでこう×こう見ると横見ると13456で削って×で2なんで明らかに重なってますんでこう削る削る、5なんで12345ここまで削れる22なんでここは明らかに×で112なんで、こうですね。でここは×123123でここ×123ここは明らかに3なわけがないですよね。
ってことは ×123 で×、ここも123451234512345削れて ×××× の4なんで1234もう明らかにここ×なんで1234でここに削れる、13でここはもう明らかに×ここはもう1しか入れないですね。で、バツ。1、3、4、5。ここ2なんで、バツ。5なんで、1、3、4、5。クリアですね。なんじゃこりゃ。あ、ペンギンですね。多分。ペンギンですね。できればここまでクリアして、第1回目は終了ということで。もしかしたら単発になる可能性もあります。8も削って3なんで5バツ、5バツ4なんで1234バツバツバツ、6なんで削れる、7なんで削れる、3なんで5バツでしょ、バツバツ、これ2なんで明らかに1はこっちらへんで、もうこっち以降は×ですね。6なんで、削れる、2なんで×××で3なんでここ削れる、で4なんで、ここ×ですね。ほんで3は明らかにこれ入らないですよね。3削れる、で6なんで明らかにこうですね。バツ13456でバツ12で明らかに1が入ったんで、こうバツ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 、4なんで明らかにこうバツで削れる、134はいバツで、こう13バツ、4が入ってるっていうことは、もうここを見る限り明らかに1×1234で、左を見ると 2×3×123×××削れる134567で×××、ここは1234567で×××、ここは2なんで×で、上から見ると1212で、2はここに絶対入らないんで、もうここは経験2ですね。でここ×で明らかに1、×××、2は、まあ、こっちから見ると1345613456で削れる、2×××で3なんでここ削れる、×××で2はここですね。あら、もう1個ここだ。3を削る、クリアですね。人魚、まあマーメイドですね。これのテイストいいですよね。その絵が動くっていうね、まあコマ送りですけど、まあ今日はこんなとこですかね。クリアしましたよ。マリオのピクロス、マリオのピクロスを言いましたんですね。でマリオのピクロスとワリオのピクロスの違いっていうのがあれなんですよね。遊び方をよく読んでくれって書いてあるんですけど、スーパーマリオのピクロスは、マリオのスーパーピクロスは、間違ったら時間が減るんですよ。今みたいに、さっきみたいに。でこっちのワリオのピクロスについては、時間が減らなくて逆に何も教えてくれない。なんで実際にこう完成するまで、絵が完成するまで何もわからないんで難しいんですよ。あとその時間が30分じゃなくて何分かかったかになりますよね。だから0からカウントされていくんですね。1,2,3 みたいな感じで、そこが違いです。で今回の実況はまずこのマリオのピクロスから終わらせていきたいと思いますと、まあ今日はこんなとこですけど、ここまでご視聴してくださった皆様方ありがとうございます。それじゃあまたねー。